今年も残り1ヶ月を切りました。金沢市の和菓子店では正月の縁起物として親しまれている福梅作りが最盛期を迎えています。福梅は加賀藩前田家の家紋剣梅鉢をかたどった伝統的な和菓子です。金沢市にある芝船小出の稲穂工場では今月に入り福梅作りが本格化しています。福梅作りに使用されているのは今年10月に採れたばかりの小豆です。花びらの隅々にあんこが行き渡るよう現在作業が行われています。北海道産の粒あんを紅白のもなかにたっぷりと詰めた後、砂糖をまぶして完成です。今日は12人の従業員が一つ一つ丁寧に手作業で福梅作りをしていました。福梅っていうのは、縁起物のお菓子なので、年末年始、家族とか、集まる機会が多いと思います。まあ、その時にほっとするお菓子を、提供できればというふうに思って作っております。福梅作りは今月半ばにピークを迎え、多い日には1日1万8000個を製造するということです。